Ever wondered what system processes massive amounts of disparate informational data to validate reliable news? What data management system tracks the global stock market indexes second by second? What kind of solution collects all the weather data to know where to put these? What type of data strategy does it take to distribute and sustain global streaming services? Delivering outcomes beyond what is expected with your customers, growing market share, and mitigating risk. NetApp solutions are at the core of the journey. はるさん、それでですね、うん、この間久々に2年ぶりぐらいにこのご時世で実家帰れなかったの、帰ったんです。うん、飲んでいいです。飲んでいいです。ネットアップさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。原田のバーはネットアップの提供でお送りします。 Harada's Bar is brought to you by NetApp。 実家帰って暇だったから大掃除してたら、はいはい、ちょっと面白いもの出てきちゃって、年末大掃除してたってこと？そう、うん、で、まあ、僕が高校生の頃とかにね、あ、出てくるね、アルバムとかいろいろな、宮沢りえのサンタフェとかは出てたんですけどサンタフェと、宮沢りえのサンタフェって売れたじゃないですか。あれと、鉄拳3の攻略本が、当時の、いわゆる本のランキングで、日本全国で1位、2位を競ってた。なんとサンタフェを抜いたんですよ。マジですか。サンタフェを抜いて、堂々1位を何週も取ってたのは、鉄拳3の攻略本。攻略本？すごいでしょ。ちょっと見ます、そのちょっと珍しいもの。これはこう、はい、東京戻ったら原さんに見せようと思ったんで。はいはい。お、はい、これ、これ見てください。いや、来た、持ってたよ、もちろん。やばくないっすか？持ってたっていうかね、買ってもらえなかったんで、当然僕はね、ゲームダメだったんで。うんうん、これ、来ましたよ、任天堂。ちょっとカメラ見せてあげて。ゲームウォッチ、ドンキーコング。これダブルスクリーンのね。そう。ちょっと当時、リッチな。これはね、僕はね、親戚のお兄ちゃんだったかなから、ずーっと借りたままになってたんで、うん、相当遊んでました、これ。だって1982年の6月発売ですからね、これ。ほらほら、やって、やっぱアラームとかね、このアラームとかこのボタンをね、ボールペンかなんかで押しちゃってるから黒くなっちゃうんだよね、これね。押すんです。懐かしいですよ。だって、ジャスト40年前のやつですからね。いや、今見ると、こんなに十字キー小さかったんだね。ちっちゃかったんです。でも立派な十字キーだね、これは。そう。うん。それでね。ラバーのボタンね。そう。いいでしょ。これ、後にファミコンもラバーの四角のボタンになったんだけど、押したまま凹んで戻ってこないっていうのが結構、使い込むとね、起きるんで、丸いね。プラスチックに変わったんだけど。あとハイパーオリンピックやりにくい。とかね、うん。そういうのもあってね。こうゲーム機の進化の。そういう見つかったんですわ。これは、なかなか。でも今でも、おそらく今でもまだ持ってる人結構いるんじゃないかな。うん、これどう？これさ、当時はもちろん俺もまだ学生だったわけだから、あんまり海外の事情とか当時は知らなかったんだけど。うんうんうん、これアメリカとかヨーロッパでも結構出てたのかね。海外どうだったんだろう。まあ、出てたんだろうな。出てたんだろう。なんか、すごいよ。メイドインジャパンだよ。そうですよ。メイドインジャパンって書いてあるよ。すごいね。そう。こういう電子機器でメイドインジャパンの時代のものってなかなか今はないもんね。なかなか、まあ、一部あるけど、もうちょっとカメラとかさ、そういうのあるけど、やっぱこういう電子機器、メイドインジャパンなかなか今時ないですよ、ね。ないですよ。さすがに、動くんかね。それでね。ジャパンなだけに。そうそう。で、僕はせっかくね、それ持ってきた理由があってね。うん。僕まだそれ、動くかどうか試してないんですよ。え、マジで？だって、いや、これ動かなかったらじゃあ、動かないシーンで終わりじゃん。動かないで、今日の。電池入れて入ってないね。確かに入ってないね。そう、入れてないな。電池入れたら動きっぱなしだもんね、基本。一応ボタン式の電池今日買ってきたから。ほう。間違ってないボタン電池。合ってるはず。で、
ちょっとそれ動くかどうかっていう。すごいね。今時ビスもなしでパカッと開いちゃうっていうね。バッテリーのところが。綺麗でしょ、うん、ちゃんと綺麗に保存してた。端子は液漏れの跡もないし、動きそうだけど、ね。そう、電池も抜いてたから。すごい。今思えばこれはシリアルナンバーなのかね、これ。そう。投資なの、投資番号なのかな。多分そうだと思います。すごいね。何台ぐらい作られたんだろう、これ。いやー、だからもうな。で、だからもう、こういう原田のバーで、動くかどうかっていう、うん、わしゃがらみたいなことやってみようかなと思って。なるほど。番組パクっとるやん。たまに、たまにやってる。わしゃがらはさすが事前動作確認してると思う。知ってんのかな、うん、ガチでやってる。だって終わっちゃうじゃん、これ動かなかったら。じゃあ、原田の場合はそれでいいんですよ。これ動かなかったっ。いや、心配だ。これは、と扱いが悪かったら終わりだからな、これ。5分ぐらいのオンエアで終わっちゃうっていうね。うん、ちゃんとね、裏蓋にね、方向まで書いてあるんですよ。さすが任天堂ですよ、これ。素晴らしい。さあ、ドキドキだね。動きますか？いや、わかんない。本当に、本当にだって、試したことないでしょ？やってない。どうなってますか、ね、あ、これ一応全部の、ん？画面入ってます、ね、これ、電池入れた時の現象がちゃんと出てるよね。あ、全部つくやつですよね。取れてんのかで、全部つくから、なんか、あ、いけたいけた、ほら。え？いけたんじゃないこれ。あ、動いてる動いてる。音出てます？音は遊ばないと出ないんじゃないかな。え？ちょっと待ってください。音はデモ画面だもん、これ。ゲームスタートしてみるよ。ほら、てるよ、始まった。うん、ほら、ちょっと待って、これサングラスやるの、サングラスで遊べない、これ。いや、むずっ。ちっちゃいな。こうカメラ撮れてる？ちっちゃく撮れてる。うわ、ちょっと待って。いやいやいや、なんだっけ、ここでこのクレーンを動かすんじゃなくて、動かしてこれなんかでタイミング合わせてクレーンに抱きつくんじゃなかったでした？ああ、そうだ、そうだ、思い出した。多分そうですよ。ここで、これを避ける、樽を避けるにはどうすればいいんだっけ？ 2 階で樽、これ映る？映ってんの？これ、難しいね、これ。そうですね。電源入ったらいいけど、実況プレイできないじゃないか。近くやると反射するし。これ、なんと、ゲームウォッチの、実況プレイが非常に難しいことが判明しましたね。さあ、原さんやってみましょう。さあ、ちょっと薄いですけど。ボタンです。リスポーンなんだ。リスポーンというか。ここに立つ、これ。あれ？なんか慣れました？いや、当時思い出してるんだが、ちょっと待って。これ、いついけるんだ？ちょっと全然いけないで。で、落としてきますね。え、これいけんの？これ。なんか。いくんじゃないですか？これ、おお、ちょっと危ない、ね、スイッチどうやって入れるんだ？ああ。左ボタン、ああ、来ましたね。レバーだ。ボタンじゃないんだね。ほら、いけた、いけた。と、すごい。思い出した。これ覚えてる、覚えてる。これを繰り返すんですね。これで、繰り返すと鉄板が、落ちる。ほう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 。あ、これ危険。ん？これやりすぎやすいのか、ここで。やり過ごせるはずだな。うわ、めっちゃ落としてくるんですけど。めっちゃ落としますね。なんか、こい。上行きました？あ、行ったんですか？あ、怖っ！うまい！怖っ！もう一回でドンキ落ちるんですかね。うん、でもめっちゃ樽が速くなってるよ、速度が。本当だ。液晶がないね。なんかね、これ劣化してるのが薄くなってて、ね。ちょっと薄いでしょうね。当時からこんな薄いわけなかったと思うんだけど。うわ、懐かしい。お、クレーン動いた。あ、怖い。うわー、危ねえ。
いけんじゃないこれ。これでもう一回ですね。あ、やばい。もう前に行けない。これよくできてるなぁ。今やっても面白いね。面白いですね。お。あ、やばい。早く来い。早く来い。来い。行くんじゃないですかこれ。いける。あ、行けた。あ、これいけたんじゃない？こう落ちます？落ちるんじゃない？おぉ！めっちゃ上手くない？俺。おぉ！すごいね。一コマで落ちたね。すごい。間のコマなしなんだ。すごい。これをひたすら繰り返すんですか、もしかして。そうそうそう。すごいな。いや、当時はこのね、これ、スコアがどれぐらいいくかが楽しかったんですよ。これが楽しかったんですよね。あとこれはちょっと安全を見て。これでも安全を見てるとね、どんどん速くなるんですよね。うわ。はいはいはい。うわ、きつい。おー、慣れてる。結構いけるぞ。なんかすごいね。思い出すの早いっすね。これ、何十年もやってないのにね。すごい。それこそ俺なんて40年以上やってないの。うん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 。うん、もういけたんだね、今のジャンプで。ジャンプすればよかったんだね、本当は。これいきますね。あららららららら。あと2本？これは2周はいけそうだな。すごいな。あ、でもめっちゃ速くなってきた。ほんとだ。なんだろう、音ゲーみたいなところあるね、この。テンポが。確かに。上の鉄のクレーンが出てきた。これもう速攻本当は行かなきゃいけないんだろうな、クレーンのスイッチ入れて。うん。うわー、落ちたー。で、人間が落ちるところは、コマがちゃんと、間のコマがあったの。いやー、楽しいな。液晶でここまで遊べるなんて。いやー。これ下手な、今のスマホゲームより全然面白くない。うんうん、面白いぞ、これ。マジで。本当に。だってキャラクターの表情なんか左と、まあ、本当ここで、ね、猛ダッシュタッタッタってやってた気がすんだよな、当時。おお、あと1本、あと1本で2周クリア。あ、まずい。鉄のクレーンが頭頭上に。本当だ。ああ、前進できない。ここでなんか速攻ダッシュで行ってた気がすんだよな。これ行けますね。気のせいかな。あ、行けた。おぉ、ほら、行けた。これでクリアなの？え、これで何周もしなさいってことでしょ？これずっと？そう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 。で、このスコアがさ、いくついけるかっていうさ、勝負じゃない。ダッシュ？ダッシュあれいけます？ダッシュでいけたと思うんだけど、気のせいかね。なんかすごい勢いでやってた気がするんだけど。なんかめっちゃ上手くなってる。思い出したら上手くなってません？ねえ。これ逆に今若い人にさせたらもう、この、なんだろう、コマ数の少なさに戸惑って死にまくるんじゃないかな。うんうん、あ、うわ、あ、いた！なんか自分で戻って、戻ってぶつかっちゃったよ。速くなってるね、相当。はいはいはい。これは。あ、あそこでいけるね。いけるね。落ちますね。いけるんですかね。いけるんだよ、あれ。早く、パッパっていけば。めっちゃ投げてますね。見て、ほら、スイッ、あ、やばい、クレーンが、クレーンが早く戻る。下がるんですね。ね。いや、思い出した思い出した、すごい。ってことは、そういうことか、これ、なんかずっと繰り返しだけど、うん、あの、難易度が上がるってことですね。ゲーム&ウォッチっていうぐらいですから。ゲーム&ウォッチだもんね。ね、本当に時計としても使ってて、アラームもつけてたような気がすんな。あの、子供の頃はこの、なんていうのかな、このステンレスのね、ぽいこう。キラキラね。だから、これが、びっくりマン、びっくりマンみたいに。でもこれが高級感だったよね。流行ったよね。こういう、なんていうのかな、こういうヘアラインじゃないけど、ヘアラインじゃない、なんていうのかね、これ、ね。キラキラですよね。キラキラのこの加工がさ、これ持ってるやつ、やっぱり、なんかいろいろあったよね、他にもね。あった。
だドンキーコングがやっぱりね、ぶっちぎり人気だったっすね。ゲームウォッチいろいろあったけど。いや、これマルチスクリーンっていうのがね。いや、画期的ですよ。いや、これがさ、こう、まさか 3DS とかさ、うん、あの辺、いわゆる DS 時代にさ、またさ、3DS の前からとか DS とかで、こう、マルチとして戻ってくるとは思わなかったよね。それは本当やっぱりこうマルチ良かったよね。良かったっすよ。当時僕だってゲームといえば1画面とい こう常識を覆し、この頃の時点で覆してたんだね、うんうんうん、画期的ですよ。画期的だってこの間ゼルダの伝説のゲームウォッチの復刻が出てたけど、うんうん、あれだって1画面ですからね、マルチじゃないし。そうですね、うん、いやいやすごいね。アーケードゲームも基盤じゃないとちゃんと再現できてないものとか、会社でもいろいろこうエミュレーションの実験とかいろいろやるけども、まあ、当時の電圧だから起きてたバグとかね、電圧の問題とかね、あるバージョンからは電圧が違ってるおかげで強度が違うとかね、それは鉄拳でも起きてたぐらいだから、それを家庭用にそのソフトウェア的に何か再現できるかって割とできてなかったりとかするし、うん、今のゲームの悩みはそこだよね、うん、あの頃はこれ遊んだなって言ってパッと遊べる状態にないので。そうですね、うん、まあそれだけ名作はどんどん記憶には残ってるけど、なかなか再現する環境なしに消えていってるものもたくさんあるってことですよ、うん、このエンターテインメント。それはやっぱ音楽と音楽とか映像とちょっと違うとかね。うんうんうん。うん